カルバリアはリトアニアのマリアンポリア軍に属する都市。カルバリアという都市名はゴルゴダの別名、カルバリーにあやかって名付けられた。イディッシュ語ではカルバリエ、ポーランド語ではカルバリア、ドイツ語ではカルバリエンと変音し、言語によって故障には差異がある。カルバリアにあるシナゴーグ1705年、町で最初の木造協会が建造される。 1713年、町に住むユダヤ人たちがポーランドをアウグスト2世からシナゴグ建設の認可を得て、ユダヤ人たちは職人ギルドに加入せずに建築物を建造することができるようになった。1791年、スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキによってカルバリーにマクデブルク法を適用することが容認され、支障が制定された。19世紀初頭、 サンクトペテルブルクワルシャワ間に道路が構築されるに伴いカルバリアは飛躍的に発展した。1840年には新たな境界が建設された。カルバリアには1万人以上の住民がいたが、第二次世界大戦の戦火を被りがいの3分の2が破壊され、その影響で人口も減少した。人口の変遷は以下の通りである。近年は減少傾向にある。 ポーランドの都市カルバリア・ゼブジドフスカと姉妹都市提携を締結している。ありがとうございます。